はい、では前回の続きからやりますが、攻略とかは一切見ていません。それを踏まえた上でちょっとやってみたいことをひらめきました。それがこれですね。このリンゴの上に乗れるんですけれど、このリンゴをこっちにやって水を増やせばいいんじゃないかって今ちょっと思った。こうほらほらほら、怖っ。ちょっと待って、滑るね。なんかちょっとリンゴ動くな。怖いけどこれ合ってんじゃね、もしかして。あれ止まった。水これジャンプできる。いけた、よっしゃいけた、よかった。身動きが取れなくなったら下を押してセクションを3回再開。何、身動きが取れないとなるような状況が。鳥ちゃんがいたよ。鳥ちゃんが、なんだこれ、実験室じゃない、普通のとこか。これなんだ、芝庭園の。あ、これまた動かす系。倒れた。おいや、おお、日の光が暖かいね。これ上にあるよね。よし、うわあ。なんだ。長さが足りない。どこから回収しなきゃ。下か、下になんかあるのか。糸があれだろ、あった、ここにあるじゃん。え、いけないんだけど、ここになんかある。すげえ、折れんのか。これで伸びると。なるほど、で、こうやって帰るの。こっちに帰っちゃう。あれで、あ、わ、お、やった、伸びる。やっほー、やっほー。すげえ。あれ、これ外。え、あれれ、これ縛れるとこう、縛れるのか知らないけど、あ、これ乗っていくとか。これでいい。なんか違くない？これ登っていくとか。おお、ヤッホー、ヤッホー、すげえすげえ。わあ、結構頭使うな。僕は苦手なタイプで頭を使う。あれ、これどうすんの。お、あった、上か、やっぱ上か。上だけど届かないぞ。よし。
っとっとっと。で、で上に行くのかピューって。嘘、こんなテクニカルなことすんの？ちょっと上に登って、でこうブランブランして、お、お、すげえテクニカルだ。お、お、いけたいけた。よかったよかった。なんか光が、あれか、途中セーブポイントか。なんか人の影。これなんだ。ん？あ、ボールなのか。いや、進んでよかったわ、本当。あ、いたいたいた。いてててててやった。あら、かわいい。縛って。これ縛るのかな。なんかこういう系。なんもないか。なんだったんだ。これまたおるか。ああ危ない。これなんかハリネズミみたいなのがいる。ほらほらほら、なんだあれ。イノシシ。あれ、あ、これもしかして勢いでパーンといくやつか。え、無理だ。え、これどうすんだ。あ、なんもない。このブロックを、あ、いけんじゃん、やっぱ。で、これを片側に乗せてって感じじゃない？乗せて、もういけたいけた。いや、失礼失礼。いや、おお、危ねえ。これはどうすんだ。これまた登るのか。登ってこれでタイヤごと揺らすのか。おー、すごい揺れてきた。人魚すげえ。そろそろいいか。ダメじゃん、難しいな。あ、いけた。あー、すごい集中してる。すごい怖っ。なんか今度は暗いところに来ました。ここが怪しいと。縛ってと、縛ってと。大便。あ、なんかありそう。大便。届かんの？でも行けるとこない。で、ピヨーンって違うか。やばい、めっちゃ集中するわ。で、ブロックをこの上。やった、持っていける。正解じゃね、これ。ここに設置して、よいしょ、いけた。やっとだ、やっとだ。なんだこれ。うわー、びっくりした。
これ以上いけない。なんかすごいこの人形細くなってる。え、ちょっと待った。え身動き取れなくなったじゃん。これ以上いけないでしょ。で戻れもしない。なんかすごい人形がスカスカになってる。あ、これダメっぽいな。どうやって戻るんだっけ。こっからまさかの、まさかのこっから。でも糸なかったよね。ここはもう分かった。この道中にある、この上とかにある。そこ登れたりするのか。ああダメそうだ。ダメそうだ。無理じゃね。あれさっきと違うとこに来たの。あれなんだあれ。アンラベルのトライアル版をお楽しみいただけます。いただけましたでしょうか。ヤーニーの壮大な冒険、ヤーニーってあの人形のことかな。冒険を続けるには完全版を購入してください。ゲームの進行状況は自動的に引き継がれますということで、体験版はここまでですね。あーよかったよ、無事最後までいけて。結構頭使うね、心が温まるような感じの絵柄とかね、 BGM で。ぜひぜひ皆さんも体験版やってみてください。ぜひぜひ完全版も買ってみてください。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。